シンシナティ協会、シンシナティ協会、ヒく協会、A、ゼネラルソサエティオブ・ザ・シンシナティは、アメリカ合衆国とフランスの歴史のある結社である。会員になるためには一定の厳しい条件にかなう、必要がある。シンシナティ協会の概念はおそらく、ヘンリー・ノックス少将に橋を発していた。協会の最初の集会は、まだ、 イギリス軍がニューヨーク市から撤退する前の1783年5月にニューヨークのニューバーグ市に近いフィッシュキル今日のビーコンでの晩餐会の席であった集会の議長はアレクサンダー・ハミルトン中佐が務め参加者は戦後も互いに連絡を取り合うことを決めた会員は通常最近3年間大陸軍または大陸海軍に従軍した士官と限定したがフランス陸軍と フランス海軍のある階級以上の士官も含めることした。あとに、会員資格は当初の会員が死んだ後にその調子、男子に継承された。今日の世襲会員は一般に大陸軍、または大陸海軍に3年間以上従軍した士官、従軍中に戦死した士官及び独立戦争終戦時に従軍していた士官の子孫である必要がある。教会の名前は、 共和制ローマの執政官としての条件を受け入れて、その農園を離れ、短期間独裁官となり、戦争のような緊急事態に対応するため法に、かなった先生を行ったキンキナトゥスにちなんでつけれた。キンキナトゥスは、戦争が終わると権力を元老院に返還し、その農園を耕しに戻った。教会のモットーはその無償の奉仕という倫理観を反映するものであり、 オムニアリリンキットセルベルリンプブリーカム、彼はすべてを殴って、共和国に仕えたである。教会の結成当初から三つの目的があり、イムタブルプリンジプルズ、普遍の原理と呼ばれている。教会の設立から十二ヶ月以内に各州と、フランスに支部が結成された。当初会員的各社と目された約五千五百名の中で、二千百五十名が一年以内に加入した。 フランス王ルイ16世は1784年7月4日に結成されたフランスシンシナティ教会を公認した。その時までフランス王はフランスの士官が外国の勲章をつけることを許していなかったがシンシナティの起承に限っては許した。教会の会員になりたいものが多かったのでこの起承は間もなくフランスのナイトの勲位著任者と同じくらい誰もが欲しがるものになった。 ジョージ・ワシントンが初代会長に選出された。ワシントンは1783年12月からその死の1799年まで会長職にあった。第二代会長はアレクサンダー・ハミルトンであった。教会は一般にアメリカの主要な世襲団体と考えられている。その会員はアメリカ合衆国憲法の署名者54人のうち23人をはじめとして アメリカの歴史でも結出した軍事指導者と公僕の多くを含んだ。教会は北、アメリカでも最古の現在に残る軍事教会である。1783年6月19日、教会は白頭和紙をその希少として採用した。昔も今も教会に大事にされ、それはアメリカの独立以後最初のシンボルであり、アメリカの豊富な表彰文化の中でも重要なもの。 なった。アメリカ合衆国の国章の制定に遅れること364日で、アメリカを白頭和紙で表した2番目の紋章になった。教会の紋章に白頭和紙を使うことは、1777年に大陸軍に加わり、公平隊で従軍し、後に、教会員にもなった、フランス人士官ピエール・ランファン少佐が示唆した。この提案の時にランファンは、 白頭和紙はこの大陸固有のものであり、その白い頭と尾葉で他のものと見分けがつきやすいので注目するに値すると思うと注釈していた。1783年、ランハン少佐は自分のデザインをもとに最初の和紙の気象を作らせるためにフランスへ出張した。後のことであるが、ランハンはワシントン DC の都市計画にも関わることになった。 気象表面のシンシナティーイーグルの中央にある円形模様はローマ元老院から刀を受け取るキンキナトゥスを表しており、裏面はキンキナトゥスが栄誉の象徴を頭にいただいて畑を耕している姿を表して,ている。境界の色は明るい青と白であり、アメリカ合衆国とフランスの兄弟的なつながりを示している。 ジョージ・ワシントン将軍がつけていた和紙の記章は1824年に特別の意味合いをもってラファイエットに寄贈され、以降はラファイエット家に所蔵されている。シンシナティ・イーグルは公共の様々に重要な場所に展示されており、例えばオハイオ州シンシナティ市のファウンテン広場では合衆国の正常紀とシンシナティ市の旗と並んでいる。教会の旗は青と白の島模様に 左上の形容用の紐に近い四角、キャントンは濃い青である。キャントンではシンシナティーイーグルの周りを十四の星が取り囲んでいる。独立戦争終戦後の年月で、教会員の数は拡大を続けた。会員はが衆国政府や多くの州政府の要職についていた。教会はその設立目的を体現することになった。しかし、トーマス・ジェファーソンなどは、 世襲的特権階級を作り出すことに警告を発していた。会員資格は、長子相続性によって受け継がれ、一般の兵士を排除していた。多くの場合、相当機関衆の軍隊や大陸軍に関わっていなければ、民兵の士官も排除されていた。ベンジャミン・フランクリンも当初から教会に批判的であった。ただし、フランクリンは後に、 共和国における教会の役割を認め、国が安定した後では名誉会員にすらなった。フランクリンは、貴族階級を作ることを心配しただけでなく、わしの紋章を使うことが世襲という慣習を、早期させることも恐れていた。フランクリンは、新な家イーグルに関する論評の中で、直接ではないが、兄貴分のアメリカ合衆国の国章についても、柔らかく抗議していた。 1784年1月26日、フランクリンは唯一の娘サラ・ベイチェに宛てた手紙の中で、教会の及ぼす悪影響と足のイメージに、国の性格に対する影響について長々と認めていた。そのイメージが、教会の紋章の円形模様に描かれることになったので、フランクリンは次のように書いていた。リーボンとメダルを持って、フランスに旅した紳士は、 立派にその役割を果たした。私には、それが、まあまあの成果には、見えるが、このようなことすべてが批判されている。私に言わせれば、白頭わしをこの国を代表する者に選ぶべきでは、なかった。それは、道徳的に悪い性格の鳥である。わしは正直に生活しているわけではない。それゆえに、我々の国から、王の鳥を駆逐した勇敢で正直なアメリカの、 シンシナティに対して、わしは決して適当な文章ではない。ただし、フランス人が言う、勤勉なる騎士の位を表すにはよく似合っている。教会の影響は他の関心も及んだ。憲法制定会議の大議員が大統領を選出する方法を議論しているときに、マディスンはマサチューセッツのエルブリッジ、ゲリーの次の演説を記録している。この場合の普通選挙は、 根本的に性質の悪いものである。民衆の無知は合衆国中に分散した男たちに権力を与え、民衆を欺いてある取り決めに向かわせてしまう可能性がある。私はシンシナティという階級の中にいる人々の境界を観察してきた。彼らは尊敬に値し団結し影響力ある者たちである。もし選挙が民衆に及ぶならば彼らは 実際にいかなる場合も大統領を選ぶであろう。私がこの教会を構成する人々を尊敬していることは、そのような権力を彼らの手に渡してしまうことの危険性と不適当であることに目をつぶらせことではない。教会の初期にあった国際的な抗議の嵐が収束するにつれて、教会は教養のある公木を排出する機関として19世紀に頭角を表し、 アメリカの西部への拡大を進め、ワシントン、連邦政府における団結力を作り上げた。初期の協会員には次のような者がいた。タデウシ・コシチュシコ、ジョン・ブルックス、ウィリアム・ユースティス、クリスチャン・フェビガー、アレクサンダー・ハミルトン、ラファイエット、チャールズ・マクナイト、ストイベン・ダンシャク、ジョシア、ハマー、トマス・ポージー、リチャード・バトラー、ジョン・トランブル、ルーハス・パットナム、 ウィリアム・ステイシー、ジェームズ・ミッチェル・バーナム、デイビッド・ジー・グラー、初代シンシナティ市長、エベネザー・デリー、初代ピッツバーグ市長、ジョン・ポール・ジョーンズ、トマス・タクスタン、ナサニエル・ラムゼー、アイザック・フーガー、ウィリアム・エス・スミス。また、初期の連邦保安官であるロバート・フォーサイスや、アラン・マクレーンも含まれていた。協会は、アパラチア山脈から西に、アメリカでは、 最初の大都市の多くを建設していくときに必要不可欠な存在だった。オハイオ州シンシナティ市、ペンシルベニア州ピッツバーグ市などが顕著な例である。北西部領土の初代知事、アーサー・セント・クレアも教会員であった。セント・クレアは小さな開拓地であったシンシナティに教会の名前を取って名付け、教会員の入職を奨励した。エベネザーデニー中尉は当初から ペンシルベニアの会員であり、1816年にピッツバーグが姿勢を敷いた時に初代市長になった。ピッツバーグはピットトリデが成長した町であり、独立戦争中のトリデの指揮官は4人とも当初の会員になった。南北戦争はマッシュ国全体と同様に教会にとっても大きな試練となった。ロバート・イーリーは会員の資格があったし、 北軍も南軍も多くの士官が会員であった。それにもかかわらず、教会は戦後回復し、21世紀まで活動を続けている。今日の教会は、アメリカ独立を成し遂げた男たちの理想と行動、及びアメリカの歴史、特に独立戦争の勃発から、米英戦争に至る期間に対して、大衆が理解度を増す努力を支援している。教会の本部は、 ワシントン DC のアンダーソンハウスにあり、当時の出来事や軍事科学に関連する原稿、文献、肖像画、模型など多くの収集品を維持している。教会員はアメリカ合衆国の代表する民主主義の重要性について、共和主義的生態という流れの中でアメリカ人に教えるために、教師役になったり、表彰したり、教材を作る活動をボランティアで行っている。 会員の定義と入会は、ワシントンの本部ではなく、各州の支部での機能となっている。協会の立てた目的はすでに現実のものとなってきた。協会は独立戦争の退役軍人に対する保障を政府が行うべきということを提唱した。退役者の給与、健康管理及び、商意軍人や、現軍の関係者の福祉、戦争未亡人や、 孤児の保障という概念も、教会の主要な目的であった。この目的の達成までには、多くの年月を要した。例えば、独立戦争退役軍人が保障を受け取ったのは1834年のことであり、将棋軍人や生存者の保障計画が実現したのは1865年であった。軍族の福祉、保障、及び記念を行う保障統合制度を、 アメリカ合衆国が始めたのは、連邦退役軍人管理の始まった1930年のことであった。さらに、連邦政府退役軍人担当局を立ち上げて、独立した内閣の中の局レベルまでにしたのは1989年であった。協会の目的は、兵士、士官双方の福祉を良くすることであり、その家族、あらゆる人種、少数民族、教義も含まれた。 退役軍人に関する教会の計画は大半が達成され、今日の教会は友の教会となり、その目的はアメリカ合衆国の設立に貢献した歴史、原理及び価値観の大衆に対する教育に変わってきた。長い間、会員資格の規定は基本的に変わっていない。直系の男の子孫が与えた場合には、冒険子孫の入会を受け付ける規定もある。 戦争中に亡くなった者の子孫を含める州の、教会では、会員が拡大しているが、また資格制限は厳しいままである。公式記録は公にされていないが、世界の会員数は3700名と見られており、この中には元大統領、内閣の構成員及びその長子、男が含まれている。より広い会員組織が別に作られた。アメリカ独立の息子たち、及び、 アメリカ独立の娘たちである。真の直系子孫会員であった大統領は、フランクリン・ピアース唯一人、ジョージ・ワシントンとジェームズ・モンローは、初期の会員デリ、ドナルド・レーガンは、直系ではないが、シンシナティ協会本部の名誉会員として、現職のまま入会を認められた最後の大統領であった。ジョージ・ H.W. ブッシュは大統領を辞めた後に、名誉会員になった。 アンドリュー・ジャクソンとザカリー・テイラーは大統領になる、前に名誉会員になった。ジェームズ・ブキャナン、ウィリアム・マッキンリー、セオドア・ルーズベルト、ウィリアム・タフト、ウッドロー・ウィルソン、ウォレン・ハーディング、フランクリン・ルーズベルト及びハリー・ト・ルーマンは、就任中に名誉会員になった。ユリシーズ・グラント、グロバー・クリーブランド、及びハーバート・フーバーは辞任後に名誉会員になった。 教会の会員の外観はかなり変わってきた。教会は長い間、プロテスタントでアングロサクソン人の血を引く上流階級の社会とみなされてきた。今日、ローマカトリック教会の者もおればヒスパニックあるいはアフリカ系アメリカ人もいる。会員になるためには応募者の決闘公式の書類で証明し、家計学的な調査と経歴の審査が行われる。応募書類は、 その父親が会員であっても本人自ら提出する必要がある。アメリカ独立の息子たち及びアメリカ独立の娘たちとは異なり、アメリカ独立戦争当時の大陸軍指揮官一人に月同時期に一人の子孫が認められる。ただし、例外はある。14の支部には名誉会員がいるが、軍隊で結出した業績を挙げたもの。 例えば、栄誉メダルの受賞者、行為の将軍や提督、あるいは結出した公的役職を担った者、例えば大使、連邦上院議員に与えられる。名誉会員には、正規の会員と同じ権利と責任が付与されるが、死んだ時の継承者を指名することはできない。過去に多くの世襲会員が、特命士官や海外勤務士官として従軍した。 今日大きく変わったことは、多くの世襲会員が一度も、特命士官や、海外勤務士官として従軍することがなくなったことで、ある。しかし、数多い世襲会員は、軍隊の一兵卒として従軍したり、あるいは、投資銀行家、健康管理者、医者、判事、弁護士、教授を務めている。基本的に教会の会員はかなり選別されているが、 現会員の社会的地位や職業はその先祖よりも多様化している。教会はアメリカ政府で伝統的に強い影響力を維持し続けており、特に連邦の実行部局で強い。大統領そのものは別にしても、国務省など大統領が指名する省庁に長い、執務記録がある。典型的な例が、ラーズ・アンダーソン三世であり、著名なオハイオ州シンシナティ氏の家庭から出てきており、 バージニア教会のリチャード・クラフ・アンダーソンの彦でもあった。ラーズ・アンダーソンの優れた経歴の中には中ロンドン、公使館と大使館での第二書記官、中ローマ大使館の一等書記官と代理公使、中東京都区名全権公使があった。アンダーソンは、ワシントン DC に冬を過ごす宮殿のような住居、現在アンダーソンハウスと呼ばれるお立て、彼の死んだ1937年に未亡人が、 室内装飾や家具諸友協会本部に寄付した。アンダーソンハウスは、ワシントン D、C、ノースウェスト、マサチューセッツアベニュー2118にあり、協会の本部と、歴史的博物館、研究図書館を備え、大使館外、世紀の変わり目のワシントンで、最も人気がある街並みと言われたにあって、通り向こうには有名な学術的社交サークルである、コスモスクラブがある。 アンダーソンハウスは、ラーズ・アンダーソンの冬の住まいとして1902年から1905年に建築され、アンダーソンの妻イザベル・ウェルド・パーキンスは著作家で、赤十字のボランティアでもあ。建築家は、ボストンのアーサー・リトルとハーバート・ブラウンで古典的装飾様式にした。アンダーソン家はこの家を、アメリカや、海外の社会や、政界のエリートをもてなす場として使い、 また夫婦があちこちと旅行した時に集めた装飾品や歴史のある工芸品コレクションの展示場とした。アンダーソン夫妻には子供がいなかった。ラーズ・アンダーソンが死んだ1937年に未亡人は夫が50年間以上も尽くしてきたシンシナティ教会に建物と中身を送ることに決めた。教会は1939年にアンダーソンハウスの中に 博物館を開いた。アンダーソンハウスは、国定登録史跡に挙げられており、また、国定歴史的建造物にもなっている。今日のアンダーソンハウスの博物館を訪れる人は、1、2階を見て回る間に、アンダーソンのコレクションを見ながら、ワシントンの興味あるところや集められているものについて、解説を受ける。また、アメリカ独立戦争の歴史。 新シシティ教会及びアンダーソンハウスとそこに収められているものについて入れ替えのある展示物を見ることもできる。アンダーソンが集めたコレクションに加えて教会の博物コレクションには肖像画、兵器及び独立戦争に従軍した兵士の工芸品がある。また戦争と参加者を思い出させるために作られた記念品、教会と会員の歴史に関連した品物、 例えば、教会の陶磁器や気象、アンダーソン家の肖像画や工芸品、ハウスの歴史に関連した、例えば第二次世界大戦の間に海軍がハウスを使った時の工芸品などを収めている。アンダーソンハウスは、ケーブルテレビのアメリカの城シリーズにも収録された。シンシナティ教会の図書館は、ワシントン D、C、ノースウェスト、マサチューセッツアベニュー2118の アンダーソンハウスにある。この図書館は18世紀と19世紀初期の陸軍と海軍に歴史に関する印刷物と原稿を集め保存し、研究の用途に供している。特にアメリカ独立戦争と米英戦争の人物と出来事に集中している。収集品には公式の軍事文書、当時の報告と論文、原稿、地図、絵画、文学及び 海軍の絵画と科学の作品を含め、様々な現代の作品と寄稿品が含まれている。さらにこの図書館は、シンシナティ教会の記録保管所となっており、ラーズ・アンダーソンとイザベル・アンダーソンに関する資料も、ある。研究者は、予約により利用可能となっている。ニューハンプシャー州シンシナティ教会は、知事の委員会を通じて、エグゼターのアメリカ独立博物館を所有し、 運営している。この博物館は、施設で非営利目的の施設であり、その使命は、アメリカ独立とニューハンプシャー州及びエグゼターの、果たした役割、さらに新しい共和国の設立に果たしたギルマン家の、役割について、研究、教育及び解釈を行う場を提供することである。博物館の収集品の中には、合衆国憲法の総、総合、 アメリカ独立宣言を印刷したダンラップブロードサイドの原本、ジョージ・ワシントンが特に勇敢だった兵士に与えた軍事功績希少の実物が含まれている。展示物は国で最古の大役軍人の教会であるシンシナティ教会及び初代大統領のジョージ・ワシントンを中心としている。永久保存物にはアメリカの家具、陶器、銀製品、布地及び軍隊のチラシなどがある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。